こんにちは、シュタングシャルタの田代です。また今日も杉本さんをこちらお呼びして。クリス・ペプラーです。ちょっと今コロナの現状を含めて最近のドイツの動向をちょっと皆さんに発信できたらなと思ってます。よろしくお願いします。久しぶりですね、このスタイル。そうですね、ちょっとなんかしばらく外で遊んでましたもんね。そう、最近ちょっと外にいることが多かったんですけど、ちょっと今日は久々に、はい、ちょっと最近見てきたこと、人と話したことなど含めてちょっとまとめて話したいなと思って。はい、どうですか最近は。なんか生活とかで変化ありました？最近は、特にないんですけど、ちょっと運動不足気味だったんで、ベルリンの壁沿いをずっとこう歩いて、全行程155キロあるんですけど、155キロ、それをこう何日間かに分けて歩いて、まあその様子を自分の YouTube とYouTube チャンネルにアップしようかなという考えてやってるんですけど、なかなか YouTube の編集も慣れてないんで、ちょっとそこに苦戦してますね。映像楽しみにしております。ありがとうございます。どうですか田代さんの方は。いや、今おっしゃられたように、やっぱその運動不足っていうのがやっぱ今一つ大きな問題というか、うん、まあ、家でもちろんそのヨガとかストレッチとかはできるとしても、うん、まあ、なかなかやっぱ限界はありますよね。そうですよね。そうだからやっぱり今お店とか、うん、まあ、どんどん今営業を再開できてますけど、うん、なかなかまだスポーツ施設はやっぱりどうしてもその人との接触があるっていう観点から、うん、なかなか再開の目処が立ってないところで、まあ、ちょっと今日その辺も含めて、そうですね、最近ヨーロッパの動向をちょっと話せればなと思いますね。うん、やっぱり最近ドイツを含めヨーロッパ各国でその規制、今までこう3月中旬ぐらいから通じてた規制ですよね、まあ、外出規制とか店舗を開けれない、その閉めないといけないといういろいろ規制があったんですけど、やっぱりここ1週間2週間前ぐらいから各地でその規制を緩和しようじゃないか、まあ、具体的な日数を設けて、日時を設けて規制を緩和しようという動きは出てきているんですけど、どう思われます田代さん。ちょっと私はいろんな意味でその現状のそのコロナウイルスの感染者数とか死亡者数がその収束していっている動きとこの規制緩和っていうのが、私個人的には全然リンクしてないような気がするんですよね。だからどうしてもこういうニュースとかを見るとやっぱり経済活動っていうものをこのままおろそかにはできないなと、どうしても限界があるなということで各国がちょっとしびれを切らして、そういう形にしてきているんじゃないかなっていうちょっと感じは受けるんですけど。いや、それ絶対あると思います。例えば、ね、今日ニュースだったのが、ドイツで今多分ほとんどの州で、多分全ての州で同じ、基本同じだと思うんですけど、うん、800平方メートル以下の店がオープンしていいっていう風になってるんですか。確かそれが4月20日からだったと思うんですけど、はい、今日例えばラインランドファルツっていう州がフランスとかルクセンブルクと接している州で800平方メートル以上の店も開けていいみたいな話だったんですよ。うん、そう、おそらくこの800平方メートルっていう多分定義も、まあ、若干曖昧なところはあると思いますし、うん、それでやっぱなかなか他の店はできてるのに、うちの店はまだ例えば850とか900とか分かんないですけど、うん、だからやってないところとか多分いろいろ不満とかも多分あったとは思うので、うん、今多分おっしゃられたようにその経済活動っていうのにやっぱ止める限界っていうのは多分タイミング的にもあると思うんですよ。うん、だから多分それで徐々に今安全なところから営業再開させていくっていう流れで、うん、例えばオーストリアなんかも5月15日から要は飲食店の営業再開もまた始めようとしてるみたいなんですよ。やっぱりそのマスクを義務化したっていうのもあると思うんですけど、うん、レストランだったらもちろんお客さんはマスクはしなくていいんですけど、ただ従業員はマスク絶対しなければいけないとか、一つのテーブルに4人までしか座っちゃいけないとか、うん、なんかいろいろそういうルールとかはあるんですけ ど、でも多分そろそろ多分経済活動っていう部分に対してやっぱ限界が来てるんだと思いますし、うん、なんかドイツ そのニュースとかでもやってましたけど、多分コロナのこの影響で小売業は確か約5万店舗ぐらいの5万件の倒産というものが要は予測されるっていうふうに言われていて、多分それとんでもない数だと思いますし、だからやっぱり店開けないことにもちろん利益は生まれないわけで、まあそうですよね、多分そろそろ
時間的にも限界が来てるんじゃないかなと思いますね、うん、確かに。だからそのいろんなお店をまた開けていいですよっていう形にする代わりに、まあその一般の人たちは公共交通機関に乗るときに必ずマスクをしなさいとか、まあ、例えばこういうスカーフでもいいんでこうやって口を覆いなさい、あとは例えば店舗に入るときは、まあ、マスクをしてくださいねっていう、まあそういうこれ法律というか、まあ、決まりっていうのは義務化されたんですけれども、うん、おそらくそれだけじゃないんですよね。結局それでその規制緩和をしてしまう、規制緩和をされたっていうことでその一般市民的にはちょっとこう、まあ、緩みといいますか、うん、今までこう縛られたもののちょっとこう開放感というのは出てきて、じゃあ実際それがその公共交通機関とか店舗だけではなくて公園に行ったらどうなのかってなると、ここ数日天気が良かった時の公園の賑わいはすごかったですよね。だから例年の平日の、まあ、例年ということは今までコロナ騒ぎはなかったんですけど、それよりも明らかに多い。要は今までこう家庭に閉じ込められた人が天気がいいから外に出てきた、平日にもかかわらず。その状況っていうのがものすごくにぎわってて、果たしてこれは本当に感染予防っていう、まあ、意味があるのか、実際感染予防になっているのかっていうのは、まあ見ててちょっと疑問でしたよね。そうですね、うん、やっぱり今杉本さんにもおっしゃったように、やっぱその人のやっぱその気の緩みっていうのも、うん、やっぱどうしてもこの1ヶ月ロックダウンやってみて、うん、それで今この緩和になった時にやった、やっとこの解放される時が来たっていうので、うん、やっぱどうしてもやっぱその何ですか、楽な方ってあれですけど、はいはい、やっぱ人間ってやっぱ行きたがる傾向があるじゃないですか、うん、だからやっぱ結構みんな外に出ていて、ただ外に出るのは別にいいと思うんですけど、ただやっぱ人数だったりとかルールに沿ってやっぱやることが多分大事だと思うんですけど、そうですね、多分それに沿わないでやる人ってのはやっぱ増えてきてるのも、うん、やっぱ日本ベルリンの地元紙とか読んでると、やっぱそのルールを守らない人が天気良くなって出てきてっていうことはやっぱすごい伝えてるん で、ね、ただまあ一つ現状として言えるのは、そのまあベルリン含めドイツの規制っていうのは今現状、例えばスペインとかイタリアの自粛規制に比べると相当緩いのは確かですよね。なので例えば日本だとその緊急事態宣言が出て、まあ、法的にそのいろんな強制、まあ、法的にあんまり強制力はないけど、まあ、一般市民がそれは同調圧力だったり、まあ、いろんな意見はあるとは思うんですけど、今こうみんなが窮屈にしてる生活よりドイツ人が実際にやってる生活っていうのはおそらく相当緩いですよね。うん、だと思いますね。うん、だからまあ要所要所でその飲食店がまだ開いていないとか、外に出るときはマスクをしてくださいねとか、あと日本とかと違ってその大都市圏の中でもそんなにその人口密度がそこまで密ではないというのもあって、まあこういう状況なのかもしれないですけど、まあもしこれがドイツの今のこのやり方で感染が収まっていくんだとすれば、じゃあイタリアとかスペインとか日本のようにものすごくこういう窮屈なやり方をしている意味はあったのかって必ず後から議論にはなってくると思いますよね。うん、そうですね。例えばそのマスクを着用義務付けしたっていうのも、おそらくそのマスクをつければ例えば電車に乗れる、うん、まあ、もちろん元々電車を走ってたし乗れることは乗れたけど、みんな自粛してたじゃないですか、うん、はいはい、でもマスクを つけることによってこれを促してるっていうのは、ある意味その経済活動への促進ではあると思うんですよね。そうですよね、うん、ただやっぱ怖いのはやっぱどうしてもそのさっき杉本さんもなんか今日の朝地下鉄乗ったら見たって言ってた、うん、そのマスクをしてない人もやっぱちらほら3割ぐらいいるみたいなこと言ってたじゃないですか。そうですね、うん、やっぱそういう人がいたりすると、まあもちろんなんだろう、その人が感染する可能性もあるかもしれないし、うん、その人が他の人に移す可能性もあるわけ で、ね、うん、やっぱその辺でちょっとあれですよね、やっぱ緩みだったりとか、ちょっとこの経済活動へ向かっていこうっていうこのベクトルと、うん、その中に人々の気の緩みみたいな、この異なるベクトルみたいなところの、そうですよね、そこはちょっとうまく噛み合ってないところもあるのかなみたいな、うん、
だからまあ実際その経済活動を再開する、まあ、いろんな自粛を規制、まあ、自粛規制を緩和して経済活動をまた再開すると言ったところで、まあ、今実際できるのはその800平方メーター以下のお店がオープンしてっていうとこなんですけど、まあ、これが例えばスポーツ施設だとか、まあ、スポーツ施設って言っても公共だけには関わらず、その例えばフィットネスジムだとか、プールとかですね。そうですよね、ああいうところなんかはもうプライベートで運営しているので、まあ人が来なかったらその分収益ないですしそうね。です。家あと賃もた、ありますしね。そうですよね、家賃も狭くないですからね、ああいうとこは結構な金額になると思いますし、あと飲食店、あと、まあ、イベント業ですよね、はやっぱりなかなか再開の目処が立たないっていうことなんですけど、まあ、なかなか厳しいものがありますよね。大変飲そうで食すね。店厳しいですよね。まあそのドイツも例えばその飲食店の家賃をちょっとこう大家さんとのこうまあ協議というか話で3ヶ月間待ってもらうとか、まあコロナ騒ぎの間の家賃を待ってもらうとか、まあそういうまあ契約上の話はできてたりはするみたいなんですけど、やっぱり先が見えないっていう感じはありますよね。そうですね、しかもその家賃も今滞納してても、それいつどっちみち払わないといけないそうのでで、すよ払わなくね。ていいくなったお金ではないですからね。だから結局ある程度そのまた経済活動が再開されて、またいつものように軌道に乗ってきた段階で、要は今までマイナス、要は借金みたいなもんじゃないですか。そうです利よ子はないね。かもしれないですけど、でもそれを取り返すっていうその期間もあることは忘れてはいけないんで、でだすから本当ね。にこの状況っていうのは多分すごいことだったんですよ。しかもこれは一人とかこのある分野だけの人にこれが起こってるんじゃなくて、家の賃貸の家賃もそうだし、要は全ての人にこれ関わってる問題だと思うんそうですで、よね。だとからんでもまあないと思います。実際その規制緩和で、まあ、だんだんお店とか店舗とか開けれるっていう動きにはなっているんですけど、それと同時に例えば今年のオクトーバーフェストが中止になるとか、あと今日ですよね、そのフィンクステンってどうい日本語で何て言うんですかね、最高臨祭とかなんかそんなんですか。やっぱ聖霊、ごめんなさい、聖霊降臨説っていう意味みたいで、まあ、キリスト教のあれですよね、しきたりというか、それがいつも6月の、今年6月の1日がこのフィンクスモンタークでだって、ちょうど今日のドイツのニュースだと6月確か14日まで旅行に関する勧告が延そ長うですさよれていね。るので、まあ、やはりこの期間の休暇ができないっていうことを、まあ、何ですか、まあ、示唆する決定なのかなと思いますけどね。まあこれ詳しく言うと、そのドイツの外務省が、まあドイツ国内ではないですよね。6月の14日までその外国とか、まあいろんな国に行く形の旅行はできませんよっていうことを正式に発表したってことですよね。まあ最低でもそこまでっていうことなんで、もちろんそれが、まあ、状況によっては延長されることはあるとは思うんですけども、このまあ聖霊降臨、これ日本語で何て言うんですかね、ペンテコステって書いてありますけど、結局6月の連休なんですよね、ドイツでは。で、その時期に、まあ、この頃にはコロナも終わって、また旅行に行けるんじゃないかって言って、実際、旅行を予約している人たちもたくさんいると思いますし、まあ、今回、こうやって外務省の、まあ、ドイツ外務省の決定が出たんで、まあ、そういう人たちは皆さん、それをキャンセル、今からしていかないといけないということになるとは思うんですけれども、まあ、どちらかというと、その、規制緩和で明るい話よりも、こうやって例えばイベントはここまではできないよとか、旅行はここまではできないよっていう、どちらかというと一般市民にとってネガティブな話っていうのも、まあ日に日に出てくるじゃないですそうでか。すね。で、これも実際そこまでなのか、もしかするとというか、まあかなりの確率でこれが延長されるっていうことも出てきますし、まあなかなかちょっとこうすっきり晴れる感じにはならないなでらなすいでしよょうね。ね。やっぱ旅行産業は今本当に大変な状態だと思いま大すきいでね。すよね。だから実際そのこのコロナウイルスっていうのが今回で終わればいいんですけど、まあ同じような
ウイルスがまた何年後かにやってくるっていう前提で考えると、この観光業ってちょっとリスクが大きすぎますよね。多いですね、やっぱり。ちょっと業種としてはやりたがらない人が出てくるんじゃないかなっていう。特に航空業界も今後どうなっていくかっていうのが先行きが全く厳しいですね。見えないじゃないですか。すでにその倒産申請をしている企業が世界各地に出ていて、ルフトハンザも多額のお金をまあ国からサポートしてもらうっていうこの間報道がされてましたけど、やっぱりすごく今多分あのそこで働いてる人たちもそうだし、利用する人も今後どうなっていくんだろうっていう、まあもちろんこのコロナの前はもちろん環境問題っていうので、特にこの飛行機のが出す CO2 の問題とかもあって、まあ焦点はそっちにしたと思うんですけど、まあ今はもうどちらかというと根本的に環境以前にそもそも産業としてのこの存続危機というか、そっちの方が今あれですよね、ニュースのニュースだったりとかその情報のインパクトとしてやっぱり大きいのかな、そうですよね、そうですよね。まあなかなかそんな形で先は見えないですけど、どうしましょうかこれからそうですね、今年の休暇はやっぱこの近場っていうか、やっぱそういう方向で動いていくっていう、なんかどっかの国でもなんかそれを外国に行けない、他の州に行くのも、まあ、やっぱどうしてもその制限があったりするから難しかったりするじゃないですか、だからやっぱりその地元の住んでるところがちょっとまあちょっと離れてるぐらいのところ、そうですよね、まあ、もしかしたらまあそういうところで新しい発見とかもあるかもしれないし、今までずっとそこに住んでたけど知らなかったってこともあるかもしれないんで、まあそういう意味ではまあこの機会をうまく使うことはできるんでしょうけどね。だからドイツ人にとっては窮屈なんですよね。だからそもそもドイツ人ってすぐこう他の国とか地中海とか、まあ、アジアとかに旅行行きたがるじゃないですか。でやっぱり同じところにとどまるのがあんまり好きではない、まあ、民族というか文化で、でまあ旅行にまあ休みが取れるっていうのもあって旅行に比較的行きやすいっていうのはあると思うんですけどね。だけどまあ感覚としてはその例えばスペインとかイタリアとか日本みたいに海の近くに住んでいる人たちだと、その自分の生活圏内に海とかそういう安らぐところがあるじゃないですか、だけどドイツっていうのはそういうものを外国にアウトソーシングしてるみたいな感覚あるでしょ。そうですね。だからもう結局休みになったらもうドイツはここは働くために僕は住んでるんだと、ほんで休みは休みであるんで休みになったらゆっくりできるところに行けばいいじゃないかっていう、そういう考え方の人たちも結構多いのかなと思うんですけど、その前提はやっぱりだいぶ崩れるのかなと思いますよね。そうですね。その感覚で。だからまあグローバリゼーションの根底が多少揺らいでいるっていうこともそういう一面から言えるのかなとは思いますよね。まあでも本当に自分たちもずっとなんとなく見てるんじゃなくて、自分たちの頭で行き先を考えてどう動けばいいのかとかっていうのを考えないといけない。明日は我が身ですよね。いや本当にそうだと思いますね。まあそんな感じでちょっとこれからもここら辺を注視しつつ、まああんまりネガティブばっかりに考えててもしょうがないんで、まあこういう状況でもこう皆さんにお伝えできるような面白いこととか楽しいことがあったら、私たちも取材して皆さんにご紹介して いけたらいいなと思いませんか、社長。そうですね、やっぱりポジティブなことをやっぱり9割ぐらい、そうですね、1割は悲しいことじゃなくて1割は時事をその時ドイツで何が起こってるかっていうのを伝えるっていうぐらいがバランスしていきたいかなと思う。そうですね、ちょっとできる限り今後も面白いこと、はい、元気になれることをちょっと中心に頑張りましょう、社長。できるように頑張ります。頑張ります。ご視聴ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。全然コメントがないんで、ちょっとコメントをそろそろ本当に皆さん。コメントください。批判でも、フィードバックでも、そうですね。正直な言葉をお待ちしてますんで。ついでにグッドボタンと、チャンネル登録を。チャンネル登録も。チャンネル登録も伸び悩んでおりますんで、特に業界関係者の方々よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回まで。また来月。